この度5周年を迎えたキャラパキ発掘恐竜チョコ、かなり昔からあったと思っていたが、まだ5周年なことが驚きである。物価が高騰しているにもかかわらず5年前と同じ108円で買えることに企業努力を感じざるを得ない。味にラインナップも増え、恐竜のみならずサンリオキャラクターやマリオ、ポケモン、動物を分解するものなど多くの商品が展開されている。そして5周年ということで販売元のバンダイキャンディーも力を入れ、同社のプラノサウルスと自社コラボ、ティラノサウルスゴールドクリアバージョンが5000名に当たるというプレゼント企画が実施されている。期間が1年で合計5000名に当たるので、単純計算で毎月約416名に当たるということになる。当たる方法は2つ。キャラパキのトレイが赤だった場合、このトレイを送ることで確実にゴールドクリアバージョンのティラノサウルスがゲットできる。そしてもう1つは抽選。キャラパキのパッケージ裏にあるキャラパキマークを4枚集めて送ると抽選で当たるというもの。注意したいのが、このキャラパキマークは緑のものしか対応しておらず、昔のパッケージの緑ではないものは無効になってしまう。赤のトレイはかなり封入率が低いらしく、YouTube で100個開封のような企画動画を何本も見たが、赤いトレイは1個も出ていなかった。そして以前は白いトレイを3個集めればプレゼントが確実にもらえたのだが、今回白いトレイは廃止されてしまっている。チョコボールで例えると、白いトレイが銀のエンゼル、赤いトレイが金のエンゼルという扱いだろう。銀のエンゼルは出たことがあっても、金のエンゼルは見たことがないという人がほとんどではないだろうか。それほどまでに封入率が低いのだ。そしてこちらが激レアな赤トレイになります。現代の闇市にて5000円で購入しました。赤トレイを出すことが目的ではなく、金ピカのティラノが欲しいんだから家庭はどうでもいいのだ。50個程度のキャラパキでは出ないと分かってしまったので、5000円でも安く感じる。子供を対象にしているからなのか、年齢を書くところがあって結構悩んだけど実年齢を書きました。トレイを貼って落ちないように封筒に入れてから郵送。超計算号の封筒に84円の切手を貼れば OK。 何かを送るって、ポロポロコミックの往復ハガキとか、ジャンプの応募者全員サービス以来でかなり楽しみ。みんなは何か抽選が当たったことある？今ってハガキに書いてわざわざ送ることって減ってそうだから、実は結構当たりやすかったりするのかな。ポストに投函して、あとは届くのを待つのみ。 2000 years later。そしてやっと届きました。4月25日に赤トレイを郵送してから39日後の6月3日到着になります。正直めちゃくちゃ待った。なんなら届かないのでは？って疑心暗鬼にもなったのだ。一定数の当選者を決めてから月1で発送って感じなのかな。バンダイの限定カラーものってモノクロの2色ずり箱のイメージだったんだけど、カラー箱でパッケージもかっこいい。側面も手が抜かれてなくて、非売品って書いてあるのも優越感に浸れる。通常版と見比べると箱のサイズは全く同じで、デザインだけ新規になっているのがよくわかる。保存用にもう1個欲しい。それでは開封。待ちに待った金メッキパーツ、外見のクリアパーツ、当選おめでとうの紙、裏面は不良品だったらこの紙と一緒に送ってねって書いてある。説明書、これは通常版と同じもの。シールは入っていないが、それでいい。ランナーは全部で4枚。金メッキのランナーは切断部分が剥げちゃうんだけど、こればっかりはしょうがないから、気になったら同系統の色を塗ろう。さてさて、骨格の組み立て。メッキ塗装がされているので、通常版より塗膜が厚くなっていて、接続部に渋みを感じることが多い。一番顕著に感じたのが足関節で、稼働させようとすると大腿骨部分が非常に取れやすくなっている。当選おめでとうの紙にも、渋かったらやすったり削ったりしてねって書いてあったのだ。全然関係ない話で、昔おもちゃの缶詰を金のエンゼル5枚でもらったんだけど、届いた時がテンションの最高潮で、中身はなんてことないもので、子供ながらに少しがっかりしたのを思い出したのだ。今なら検索しちゃうと中身もすぐ分かっちゃうから、最初から中身を公開しているスタイルの方がいいのかな。福袋とかも今は中身分かってるの多いもんね。そう考えると、これは最初から中身が分かってるし、箱を開けるより
作ってる時の方が楽しいからすごく良い景品なのかも。あと今上野の森美術館で特別展恐竜図鑑ってのがやってて、今じゃ考えられないような化石からの復元図が展示されているイベントで、19世紀の奇妙な復元図や20世紀の躍動感あふれる強そうな作品がいっぱい展示してあるそうなので、興味がある人はぜひぜひ足を運んでみてね。グッズも可愛い感じのがいっぱいあったよ。なんて言ってるうちに間もなく骨格が完成するのだ。造形に曲線の凹凸が多いから機械系のメッキよりギラギラしてていい感じ。尻尾もトゲトゲしくてかっこいい。実は完成後に遊んでたら尻尾が折れちゃったのだ。クリアパーツのカットが終わって組み立て、プラモは塗装でどんな色も作れるけど、クリアだけは塗装でどうにもならないから、クリアパーツにはありがたみを感じてしまう。90年代後半はスケルトンブームで、何でもかんでも中身が見える商品でワクワクしたな。最近よく昭和レトロブームなんて耳にするから、またスケルトンブームも来てほしいよね。あと、割と最近のニュースで見たんだけど、アルゼンチンで発掘された新種の草食恐竜が世界最大級のサイズだったらしいよ。全長はおよそ30メートルで、体重は推定50トンだって。30メートルを超えるとマンションなら高層マンションって扱いになるから、それはもう高層恐竜と言っても過言ではないよね。大腿骨だけで2メートルほどあって、大人3人がかりでようやく持ち上げられる大きさって。しかもあまりの大きさで研究所に運ぶ際、運搬する車が何度も横転したらしい。化石が結構存在な扱いをされていることに驚いたのだ。1億年前の白亜紀後期に生息していて、化石に何度も転倒した痕跡があったことから、ハードボイルドを意味するスカロサウルス、ディリピエンダと命名されたそうなのだ。日本だと鈴木さんが見つけたから双葉鈴木雄とか、福井県で見つかったから福井サウルスとか、シンプルな名前が多いイメージなので、名付けにもお国柄が出てて面白いなって思ったのだ。ヤマトサウルス、イザナギはなんで最後に胃をつけたんだろう。そして最後にもう一つ、現代の流星街見て、東京国立博物館で配布されたプラノサウルスとなんかついてきた冊子を紹介するのだ。リアル恐竜体験プロジェクトなんていうめちゃくちゃ面白そうなイベントの冊子、プラノサウルスの紹介チラシ、恐竜クイズのチラシ、今回買ったベロキラプトルの説明書未開封の中にも入ってたから、出品者の人はお子さんが2人いて2個もらったのかな。そしてこれがメインの組み立て体験会で配布されたベロキラプトル。3色ランナーを2枚に分割している。骨のパーツもシンプルで少ないけど、販売中のプラノサウルスと質感は同じ。縁の可動も可愛くてとても良い。これもう少し小さくして500円の食玩とかで出したらすごく売れそうなんだけど、バンダイさんいかがでしょうか。20周年を迎えたカバヤの骨骨ザウルスの対抗馬になれると思うのですが、骨骨ザウルス調べたら42段とか出ててびっくりした。こっちもスーパーサウルスとブラキオサウルスの骨を合わせてウルトラサウルス作りましょうよ。恐竜界って子供の頃の情報とかなり変わってて、何それってなることが結構ある。なんて言ってる間に、特徴的で立派な爪もしっかりあるベロキラプトルの骨格の完成。そして外見のクリアパーツをカットしていく。クリアパーツは発火しやすいのでゲートを多めに残して2回切りするのだ。説明書にはニッパーすらいらないって書いてあるから、そんなに気にしなくてもいいのかな。今のクリアパーツってこんなに透明度が高くて造形が細かいことに驚いている。骨にどんどん外見パーツをはめていくのだ。外見パーツで残念なのは、頭部パーツをつけると口が開閉しなくなっちゃうところ。あとは全身に羽毛が生えてて、もう大きい鳥じゃんってなること。羽毛が生えると一気に鳥感が出ちゃうから、恐竜は存在した生物だけどロマンも少しだけ残してほしい気持ちもある。骨状態の完成度がとても良いので、うちに飾るときは骨モードで飾ろうと思います。よろしければコメントや高評価、チャンネル登録していただけると励みになるので、よろしくお願いします。なのだ。